アルセン・コツイエフ・アルセン・コツイエフは、ロシア領オセチアの文学者で、オセチア三文の創設者の一人。近代オセット語の構成に、多大な影響を与え、実用的な様式を持たせた。コツイエフは、初期に発行されたオセチアの雑誌すべてに携わり、オセチアの政治評論家として、最も重要な人物の一人でもあった。北オセチアの首都ウラジカフカストベスランの町には、 コツイエフの名にちなんで名付けられた通りがある。また、コツイエフの作品は、オセチア文学の学校教材として使用されている。コツイエフは、北オセチアの首都ウラジカフカスに近いギゼルの村の、貧しい家に生まれた。9歳の時、コツイエフは、地元の学校に入学。この学校には豊富な蔵書があり、これらの本を読むことでコツイエフの教育は、より豊かなものになった。 地元の学校を卒業後、コツイエフは、北オセチアの町アルドンの正当な、神学校で学んだが、突如病気を患い神学校を退学。コツイエフは、ギゼルの村に帰郷しきたカフカースの新聞に短いエッセイを書き始め、同時期に、地元の学校の教師としても働き始めた。1902年に、コツイエフは、ギゼルの村の反乱に参加したが、これは、 地域から追放される原因となってしまった。この後コツイエフは南オセチアに行くことを決め、教職の傍ら短編小説やエッセイを書き続けた。1910年、コツイエフはティフリスに拠点を置き雑誌、小麦の穂の出版を始めた。この雑誌は14号までしか出版されなかったが、オセチアの文学とジャーナリズムに多大な影響を与えた。 オセチア文学の傑作の多くが小麦の穂で初めに発表された。1912年にコツイエフはサンクトペテルブルクに移り、ウラジービルレーニンの発行していた新聞プラウダを含む多くの場で活動した。コツイエフはオセチアの田舎で育てられたが、しっかりした教育を受けていたため、ロシア語の新聞を構成できるほどのロシア語の知識があった。ロシア革命後、 コツイエフの名声は高まった。コツイエフは様々な新聞、雑誌のために働き、教育とそれに関わる分野で働いた。1944年2月4日、コツイエフは北オセチアの首都ウラジカフカスで亡くなり、文学博物館の庭に埋葬された。コツイエフの短編小説のほとんどは悲劇を扱っている。その内容は、地の復讐、イラで、迷信といった。 コーチ人の厳格な伝統についてのものだった。コツオイエフはヨーロッパ志向の新しい世界にやってきたコーチの伝統文化の出身者が置かれた立場や大都市に住むコーチ人の運命などについて多く書いている。コツオイエフはまた多くの翻訳をした。例えばアレクサンドル・プーシキンのいくつかの話をオセット後に翻訳している。ありがとうございます。